ジョン号またの名を、ジョン・スミスは、英国の海賊。ジョン号は、オークニー諸島で生まれ、船乗りとして、軍艦や商船で働いていた。1724年6月、号は、フェルノー船長が指揮する方二十門のギャレー船、ジョージ号に二等航海士検宝士として乗り組み、ロッテルダムから出港した。号は、当初からこの船を乗っ取って、海賊家業に乗り出そうと企んでおり、 軍艦時代の仲間と共謀して、あらゆる工作をしていた。ところが別の乗組員に、この計画が発覚し、軍艦時代の仲間が下船させられてしまう。しかしフェルノー船長は強欲で意地が悪く、大変評判の悪い男であった。彼は乗組員に、わずかな食事しか与えず、乗組員たちは彼に不満を募らせた。ゴーはこれを煽って、 乗組員と船長の溝を深めようと格索したが、フェルノーは無本を企む者は容赦なく罰すると起こり、少しも態度を軟化させることはなかった。結局、一部の乗組員はフェルノーへの恨みから無本を決意し、豪の計画に乗ることになった。10月13日、積み荷の運搬を終えた、ジョージ号はサンタクルーズの港を出港した。 シなまぐさい計画はその日の夜に実行された。手始めとして、ゴーの仲間たちは、フェルノーに忠実な者たちの寝室に忍び込んで、ナイフで喉元をかき切った。さらに甲板で見張りをしていた、フェルノーを船外に投げ出そうともみ合いになり、ゴーが彼の腹をピストルで撃ち抜いた。喉を切られた者たちもすぐには死なず、甲板に這い上がってきたが、ジェームズ・ウィリアムズという男が、 ピストルで撃って止めを刺した。シュリバンという人物は死ぬ前に祈りを捧げさせて欲しいと懇願したが、彼らはうるせえ、今は祈りの時間なんかじゃねえと言い、即座に射殺してしまった。他の乗組員たちも戦室で囚われ、悪党一味は一切の抵抗なく船の乗っ取りに成功した。船長に選ばれた豪は全員を簡板に集め、今後、貴様らが一緒になって、 何かを相談しているのを見つけたら、死んだ奴らと同じ目に遭うと思え、と言った。一味は船をリベンジ号と改名して、海賊家業に乗り出した。11月18日、一味はセントビンセント島沖で最初の獲物を打破した。一味は乗組員を海賊船に移して物資を奪い、船を沈めた。さらに数日後、スコットランドのスノー船を打破し、これも、 物資を奪った上で沈めた。その後、ワインを奪おうとフランス船を追跡したが、快速のために逃げられ、遥か沖に出てしまった。マデーラに向かった一味は停泊している船を連行しようとしたが、不審に思われてこれも失敗した。12月末、満足の育成功を収めることができていなかった。一味だが、フランス船、ルイス・ジョゼフ号は2を満載した良い獲物だった。 この船からは、積み荷の大部分のほか、大砲五門、弾薬、消火器などを略奪した。しかし翌日、接近したフランスの大型船に対する処遇で一味の中で、いさかえが起きた。ゴーと乗組員の大部分は敵の方が有利であるから見逃そうと提案したが、副官のウィリアムズはこれを臆病だとして憤慨し、ゴーにピストルを向けた。 すぐに取り押さえられたウィリアムズは戦争にぶち込まれ、数日後だ破したトライアンビレート号の船長に彼を軍艦に引き渡すように命じて海賊船から追い出した。ポルトガル沿岸から離脱しようと考えた号はオークニー諸島へ帰還することを決意した。一味は1725年1月末にオークニーに到着し、ここで真っ当な人間であるかのように振る舞ったが一部の 乗組員が脱走して当局に通報してしまったので、ある。これを知った豪は、地元の霊場に休婚までしていたが、逃亡する前にこの土地の屋敷などを略奪して、しまおうと考えた。豪は手下を武装させて、保安官の家に押し入り、金目のものを奪って出港した。翌日、東へ向かった人味は、カーフ島という小島に流れ着いた。 ここには目星い獲物はなかったが、看板長が二人の若い娘をさらってきた。彼女らの母親は娘たちを連れて行かないでと泣いたが、看板長は彼女をピストルで殴りつけた。彼女はこれが原因で翌日に死んでしまい、海賊船にさらわれた娘たちもひど道この上ない、扱いを受けたという。翌日、さらに東へ向かった人味は、江田島の裕福な家を襲おうと企んだが、 カーフ島の岸に乗り上げてしまい、投降するほかなくなってしまった。一味は、スコットランドから、軍艦グレーハウンド号でイングランドまで移送され、マーシャルシー監獄で裁判を受けた。数日後にはすでに囚われていた、ウィリアムズも合流し、5月26日、一味は、死刑判決を下された。6月11日、ワッピングの海賊処刑場にて刑が執行され、 ゴート・ウィリアムズの遺体は鎖に吊るされて、晒し者となった。ありがとうございます。